制服姿の優里選手が手渡しているポケットティッシュ。 QR コードを読み取ると自衛隊の活動内容などが見られます。少子化などで隊員のなり手が不足する中、その仕事の魅力を PR しました。先月タイトル防衛を果たし、ますます知名度が上がる優里選手。隊員の採用活動などを行う自衛隊岡山地方協力本部の一日本部長への任命は初めてです。なかなか着れる制服ではないので、すごい光栄ですし、制服もかっこよくて、すごい嬉しいです。チャンピオンの間しかできないことだと思っているので、できることは協力していきたいです。ボクシングの経験がある山口本部長を相手に力強い拳も披露しました。パンチの重さというかですね、体重の乗せ方とか、そういったところはやはりびっくりするところでしたね。優里選手は秋頃に次の防衛戦の予定があるということで、夏からギアを上げたいと話していました。